23日大相撲夏場所12日目、東京・両国国技館。新小結、大の里23、イコール二所の関イコールが宝富士を押し出し、3敗を守った。2敗で単独トップだった平幕、湘南の海26、イコール高田川イコールが関分け阿炎に押し出され、トップは大の里、湘南の海、大関、金王、新入幕、大勝馬の4人。 12日目を終えて参拝が首位は2003年名古屋場所以来で優勝争いは大混戦の様相を呈してきた迷いない電車道で大の里が支配レースへ再加速した宝富士との参拝対決もろ手で起こして右を指してから休まず前に出て押し出した直後に湘南の海が敗れ再びトップに立った取り組み内容には良かったですと三度 再び戦闘集団を形成したことも気にしないです。言葉は少なかった。新入幕から2場所連続で11勝を挙げ、優勝争いを経験。そして、あと一歩及ばなかった。最終盤の土俵の重みは身をもって分かっている。今場所からやっと、残んば紙から曲げ姿になった幕内3場所目の23歳。白星を積み重ねることで、 浮かび上がる横綱の名前が何よりの大気の証明になっている。新入幕からの3場所合計の勝利数は、今場所の9勝目で31勝。30勝の昭和の大横綱、大砲を上回った。さらに15日制が定着した1949年夏場所以降、新入幕場所で2桁勝利を挙げた中では、歴代最多の白鵬に並んだ。今場所前の新小結び昇進会見で、 師匠の二所ノ関親方、元横綱稀勢の里からは、本当に次は、13勝2敗くらいで優勝争いできるような力が、上位で今後は大事になってくるとハイレベルな支配争い指令を受けていた。11日目の3敗目で目標には届かず、夜はゲ直し。十両のハグマらと行きつけす視点に足を運んだ。ややお疲れモードの兄弟子を横目に、次、 次とウニやマグロを頬張って吹っ切れた。この日の朝稽古ではそこ、優勝争いは気にしてない。昨日負けた時点でもうないと思っているんで。あとは4日間集中して、すっきりした表情で話していた。八角理事長、元横綱北東海は、完璧でしょ、と攻めを表した上で、宝富士は動くわけじゃないから、思い切っていけますね。 4つ相撲と異なるタイプの相手に力を出し切れるか。残り3日間の注目点を語った。13日目は裏線が組まれた。何をしてくるかわからない技師としと初顔合わせ。前へ前へという意識ですねと大野里。3度目の正直へ、無心で突き進む。